大谷翔平背番号16。夢を追う中で壁にぶつかり、その度にまた夢を語った。何度も何度も諦めかけた、でも君とまた走り出そう、夢を掴む日まで。始めたことさえもうまくいかなくて嫌いになったり、どうせダメだって弱音を吐いて、いつも逃げてばかりだった。野球じゃ3回の裏がまだ終わったばかりと励ましてくれた君がいた。他の誰でもない僕しか自分に勝てない、でも一人じゃない。夢を夢のままで終わらせない、今日